What's going guys? I'm Kenny. ということで、今回はですね、僕のトリック練習の風景を、録画してみましたと。ということで、まずはその練習の時のね、設定をお見せします。まず、ゲームモードは CTF にしてですね。で、ここでゲームルールの編集があるの、ゲームルールの編集でタイムリミットを無制限にして、CTF の設定で、ここ、このピックアップタイムとリターンタイムを即時とオフにしてください。はい。で、あとは全般設定、ここはもうどっちでもいいです。常時でもいいし、もう何でも。で、あとスポーン設定で、レディディレイを、リスポーンディレイをなくしてください。なしにしてください。初期だと 7.5 秒だったかな？多分 7.5 秒になってるんで。で、あとは、もうこれ17にでも何でも、あとはここら辺で敵に使ってほしくない武器をここで制限してください。そしたら、敵に殺されずにやりやすくなります。はい。ということで、こんぐらいですね。あとはもう、そうっすね。そんぐらいです。で、あとは自分の好きなマップで、まあ、ボットの強さも、ルーキーとかにして、で、練習していけばいいと思います。はい。では、やっていきまーす。今回、ちょっと、当てるまでが長くなるかもしれないんで、カットとか使うかもしれないですね。はい。そういうことです。まあ、自分は、結構キャリアで練習するんですけど。で、このボットの修正を使ってですね、やるんですけど、敵の旗を取ってしまえばもう負けることはないんで、試合に点数を入れられることはないので、だから全然いいと思うんですけどね。この練習方法は本当に危ない、切られるかと思って、まあ、こう取っちゃえばもうこっちのもんですよ。あとはもう、今自分が持ってる方向にこうやって、全員来てるんですよ。あ、やばい。こうやって変なところで落としちゃうと、敵があそこに、落としたところに集まってくるんですよね。だからこんな風に、ちょっと取りにくくなるんですけど、頑張って取って、自分が好きな位置に動かすしかないですね。この船の上に置いて、こうやって取っちゃって、まあ自分はいつもここら辺に置いて練習してます。まあ、あとは殺してくれるんで、自爆できるやつがなかったらもう殺してくれるのを待ちましょう。で、死んだのでもうここで、まあ一時待ちますと。まあ一時待つと、あんな風に全員行くんですよね。マップにも映ってるように。あそこに、集まるんで、こんな風に。あとは、自分の好きなトリックを、当てると、いうわけですよ。あ、ミスっすね。まあ、こんな感じで、自分の好きなトリックを、公開で当てれるように練習しましょう。まあそうですね。うわあこんな感じで、まあ、カスなんですけどね。これいつまでできるかな。まああとは当てた時ぐらいですかね。まあ、これまあそうですね。ちょっと当たらんすぎてイライラーってした時とかも、 C4 はここにポンって投げちゃったらもうストレス解消にもなるし、あとはこんな感じで殺されちゃうこともあるんですけど、まあそこは練習なんで。あとはここら辺でエイム調整もできますし、ここら辺ってやつとかヒットマーカーなんですけどね。
死にそうの時は一回避難してもいいし、そうですね、自殺トリックをやりたい時も、戦術マーカーを入れてやればもう何回でも自殺トリックができるんで、もうおすすめですね。この練習方法は本当に使えます、使えますっていうか、これ使わないと TS 練習はきついんじゃないんでしょうか。まああと有名っていうかいいと思うのは、チームデスマッチでポイントを50ぐらいにして49キルまで普通のエイム調整をして、やっていくっていうか、最後のラスキルをトリックで決めるみたいな感じですね。まあ、こんな感じでコンピのナイフは本当にすごいんでね、めっちゃ当たるんで、まあ、自分のトリックまだ全然未熟なんでね、これからも頑張っていきたいと思います。ダメだ、オーバーショルダーなっちゃうよ。武器チェンができないまあこんな感じで、じゃあ多分当たるまでカットということで、はい、ちょっと LMG は厄介に来る、厄介に来るっていうか厄介なんで、倒しちゃった方がいいっすね。ということで、当たったらすぐ殺されないように逃げてゲームを終了してください。で、ゲームを終了するとキルカムになります。はい、ということでこれが僕がやってるトリックショットの練習ですね、プラベの。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。お役に立てたら光栄です。ということで、また次の動画でお会いしましょう。では、失礼します。